続いては橋健さんから最新ニュースをお伝えしてもらいます。はい、橋本健一がお届けする必見カプコン一押しニュースの時間です。なんかそんな感じだったな。さあ行きましょう、まずはこちら、 E カプコン限定版ストリートファイター5アーケードエディションバリアブルエディション2の情報ですかね。バリアブルかな、はい。ゲームソフトに書籍、コマンド表、アクリルキーホルダーセット、謎のぬいぐるみ、書き下ろし専用ボックスの、全5アイテムプラス E カプコン限定特典がセットになった豪華なストリートファイターファン垂涎の E カプコン限定版が登場。垂涎好きだな。そして E カプコンでストリートファイター5アーケードエディションをご購入いただいた方には先着で豪華書き下ろし、差し替えジャケットを通常版ソフト1本に対し全3種類のデザインの中からランダムで1枚プレゼントしていますが、こちらの E カプコン限定版バリアブルエディション2をご注文の方へはなんと、差し替えジャケット豪華3種セットをプレゼントします。数量限定商品ですので、この機会をお見逃しなく。さて次のニュースです。はい、こちらも E カプコン限定リクエスト企画のご案内です。大逆転裁判2、大帝都銀行激しくたまるゆるま貯金箱。大逆転裁判2 E カプコン限定版グッズとして人気を博したレトロで温かみのあるソフビ製の貯金箱、大帝都銀行よくたまるゆるのすけ貯金箱、発売後大きな反響をいただき、中でも麻生木一馬バージョンが欲しいとお声をたくさんいただきまして、はい、リクエスト企画として麻生木一馬バージョン大帝都銀行激しくたまるゆるま貯金箱の商品が決定いたしました。受注期間が、11月20日月曜日13時までとなっております。期間限定商品のためこの機会を お見逃しなく。はい、では次ですね、バイオハザードリベレーションズアンベールドエディション最新 PV のご紹介です。それでは PV どうぞ。随分経つみたいね。無人の船内に不気味な気配。そいつら感染しているか、気をつけろ。何かがいる。テラセーブの施設。私たちが何したっていうの。心配いらない。どうしてこんなことになってるの。誰がこの島に持ってきた。さっきのは何。気をつけろ。バリバイオハザードヒストリーに潜む闇を描いたバイオハザードリベレーションズアンベールドエディションと、バイオハザードリベレーションズ2、この2作品が11月30日任天堂スイッチに登場します。任天堂スイッチならではの直感的な操作も追加され、より深くリベレーションズシリーズを楽しむことが可能です。
こちらの2作品の、PV 今見ていただきましたが、任天堂 e ショップにて本日よりあらかじめダウンロードが開始されております。発売日にいち早くゲームを遊びたい人はぜひあらかじめダウンロード、予約購入をしてください。こちら次回のカプコン TV にて実機プレイにてご紹介しますのでご視聴お楽しみにください。それでは最後グッズ情報です。まずはこちら、トラワレのパルマミュージアム、アーリーウィンター2017開催しております。期間11月18日土曜日から、開催してないですね、開催します、今週土曜日ですね、18日土曜日から12月3日日曜日までアニメイド池袋本店3階のワクワクスペースです。会場では設定資料の展示やフォトスポット限定発販売や特典 VR 面会などトラワレのパルマの世界を満喫できるコンテンツをお待ちしております。なお VR 面会の体験会は18日のみの体験となります。体験会参加条件は公式サイトにてご確認ください。はい、次はですねカプコンフィギュアビルダーストーンモデルボリューム3です。11月28日火曜日発売のフィギュア情報です。こちらカプコンフィギュアビルダーモンスターハンターストーンモデルボリューム3、各、700円プラス税となっております。全6種類にそれぞれ1つずつ付いているボーナスパーツを集めるとボーナスモンスターのラージャンが完成します。ぜひ集めてみてください。以上必見一押しカプコンニュースでした。このラージャンね、このラージャンが完成するとちょっとずつ、ちょっとずつ、全6種類を集めるとこれが全パーツ1個ずつ入ってるっていうことですね。怖っ、怒ってるやん、すごいですね、このラージャン。もうあのそうですね、あれ投げてくるときちょっとね、うわ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 、これもうあれうわ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 